今日の一問一答ですね。介護支援分野。保険給付の手続き、種類、内容という単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えを。問題。保険給付を受ける権利は差し押さえることができる。保険給付を受ける権利は差し押さえることができる。というふうにありますが、これは誤りになります。 保険給付というのはこれ介護保険給付のことを言っているわけなんですけど、まあこれは介護保険のみならずですね、介護保険もそうです。それから医療保険もそうですね、労災保険や年金保険とかですね、こういった社会保険と言われるものがあるわけなんですけど、すべて共通して言えることですが、これは社会保障になります。社会保障ですね。日本という社会、国家が 国民に対して命や暮らしや健康を保障しますよという社会保障になりますのでこの権利というものは差し押さえることはできないということですね。で差し押さえだけではなくてこの保険給付の権利っていうものは譲渡することもできません譲渡することもできない人に譲り渡すことはできないということですね。そして担保に供することもできないってなっています。 その保険給付受け取る権利を担保に入れてなんかお金を借りるとかですねそういうようなこともできませんっていうことになってます、まあ、社会保障になりますのでそこの権利というものはあの譲ることもできないし差し押さえすることもできないし担保に入れることもできないとこういう仕組みになっているわけなんですねまあ基本的なところではありますけれどもこれを押さえておくといいかなというふうに思います差し押さえも譲渡も担保も NG ということですね ということで今日の問題ですが、保険給付を受ける権利は差し押さえることができるというふうにありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。